はい、どうぞ。音喜多駿君。はい、日本一の会の音喜多駿です。私からはまず喫緊の課題である自粛イベントの保証についてお伺いをいたします。おととい K-1 という人気の格闘技イベントが埼玉スーパーアリーナで開催されました。このことについて政府関係者や埼玉県知事からも遺憾の一生辞がされ、また国民の一部からも主催会社を批判する声が上がっています。しかしながら私はこのケースは主催者だけを責めることは到底できないと考えています。確かに専門家会議が示しているクラスター感染の3条件に照らせば、先日の格闘技イベントは密閉空間で6500人という大人数が密集し大歓声も起きていたということから、この3条件を満たすものであって極めてリスクが高い催しではありました。今後この大会から感染者が急増する可能性もあります。しかしながらこうした事態を招いたのはひとえに政府と立法府に責任があると言わざるを得ません。イベントの主催者の方々はすでに経済的リスクと社会的責任との狭間に立ち、究極の責任を迫られています。強制力がなく、かつ経済保障のない自粛要請という曖昧なメッセージしか発していない現在の状況では、こうした事態になることは事前から大いに予想されておりました。また都道府県知事にも法的根拠がない中で強権を発動しろということは、これはもう困難だと思います。でお手元に1枚資料を配らせていただいているんですが、イベント業界の方々からは多くの署名と陳情がもう続々と届いています。生活に困窮するほど切迫している方々もいらっしゃいます。でこちら陳情、私も見させていただきまして、1万5000筆以上の署名を集めたにもかかわらずですね、政府に提出しようとしたところ、郵送で送れという非常に冷たい対応だったそうです。こうした点にもぜひ配慮をいただきたいと思います。経済活動を止めることによる影響は計り知れません。経済的困窮による自殺者の増加も懸念されます。経済不況による人命の損失は現時点のコロナの影響をはるかに上回るものになる可能性があります。保証のない自粛要請は政策として全く不十分であり、あまりにも無責任ではないでしょうか。個々の具体的な保障スキームの構築には時間がかかるかもしれませんが、とにかく自粛をしたイベントに対しては経済保障をするというメッセージがあるだけでも多くのイベント業者の方は安堵され自粛に踏み切っていただけると思います。そこで自粛したイベントに対する経済保障を早急に宣言するべきと考えますが、今回の格闘イベントの開催にも鑑みて麻生大臣の見解を改めてお伺いをいたします。麻生太郎大臣。この前も似たような質問しちゃいましたよね、確かね。だから答えは同じですよ。だけど基本的にはだから K-1 やられたというのを実態見て時代が違ってるからということを言われたいわけですね今回。はい、私どもとしてはこの前も申し上げましたように、中小の事業者等々に見てこういったような状況っていうのはもう前々から言われておりましたところでもありましたんで、いわゆる特別貸付枠を創出させていただいて、中でも売上が急減した事業者に対しては実質無利子無担保の融資を行うなど、まあ強力な資金繰り、これ今までやったことないような資金繰り支援を実施させていただいておりますし、雇用の問題も起きますので雇用調整助成金の特例措置を拡大する、などいろいろ全力で支援をさせていただいておるというのが実態でありまして、この前とかこれは特に変わったわけではございません。損失補償という点を言っておられましたけれども、この損失補償という考え方自体はそうですね、土地収容法なんかに基づきますのが一番いい例かと思いますけど、収容をするとそれによってそれを公共の利益のために差し出したというようなことになったときは、その特定の財産が強制的に没収されるとか侵されるということになるのに対して、こういったものを利用させていただいているというのは状況なんでして、土地収容法と同じような考え方にこれが立てるかというようなところに関しては慎重な検討が必要だろうと思います。音喜多駿君。はい、麻生大臣がおっしゃられているような資金繰り支援等々もご努力されていると思うんですが、それは全く不十分であるから、一昨日の K-1 イベントの開催のような事態が起こってしまったんだと思います。これにもっとぜひ、ね、危機感を持っていただきたいと思います。我々日本維新の会は今回特措法改正案において保障的な措置を要求をしておりました。
与野党との交渉の中で誠に遺憾ながら付帯決議で配慮という文言になってしまいましたが、まあ、引き続きこの自粛の要請とセットで経済保障ということを粘り強く訴えてまいりたいと思います。次にオンライン診療についてお伺いをいたします。報道によりますとオンライン診療に必要な設備の整備を国費で補助するという遠隔医療設備整備事業について当初緊急対応策の第2弾に盛り込まれていたところ医師会などの反対により削除されたということであります。この点の事実確認をしたいのですが経緯と遠隔医療設備整備事業が盛り込まれなかった理由について厚労省にお伺いいたします。厚生労働省大臣官房迫井審議官。ご答弁申し上げます。厚生労働省においては新型コロナウイルス感染拡大を防止をし同時に必要な医療の確保を図るため遠隔医療活用できないかという問題意識から必要な支援を検討しており新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策、これは第2弾でございますけれども、においても、医療関係者に対して、施策の実効性や留意点について、ご意見を伺いつつ、関連する財政支援などを検討した経緯はございます。その上ででございますけれども、新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療の活用につきましては、対面診療を行わないことによる重症化の見逃しのリスクと、対面診療を行うことによる感染拡大のリスク、これを比較考慮いたしまして整理する必要がございましたため、緊急対応策に盛り込むことは見送った上で、3月11日の公開のオンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会で議論いたしまして、その結果を踏まえたオンライン診療の取り扱いにつきまして、3月19日付で事務連絡としてお示しをしたところでございます。引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大の防止と、必要な医療の確保の両面から、遠隔医療の適切な活用とその支援につきまして、取り組んでまいりたいと考えております。音喜多駿君、はい、検討されていたが、要請により削られたということで、おおむね報道は間違いなかったということであります。今回の新型感染症の発生、拡大は、企業におけるリモートワークの普及や時差通勤、あるいはオンライン授業、学校における授業など、これを契機とした形で、今まで政策的に進めようと思っていても、なかなか社会に浸透しなかったものを普及させる契機ともなっています。その一つとして、オンライン診療もあるはずです。また、そもそも慢性疾患を持つ定期受診患者と、新型コロナウイルス感染源との接触を減らすためにもオンライン診療やオンライン受診相談、オンライン処方は必要であると考えますが、この点厚労省の見解改めて伺います。厚労省迫井審議官。ご答弁申し上げます。委員今ご指摘のとおり、オンライン診療を含む遠隔医療は医療機関の院内感染や患者の通院における感染リスクを回避をしつつ、患者に対して必要な医療を適切に提供する上で一定の効果が見込めると考えられます。このため、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、2月28日に自治体や関係団体宛に事務連絡を発出をいたしまして、慢性疾患を有する方について、かかりつけ医等の判断で、電話やオンラインによる診療、処方箋の発行等ができることといたしたところでございます。さらに、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会におきまして、感染症対策としてのオンライン診療のさらなる活用について議論いたしました。その結果を踏まえ、慢性疾患を抱える方の症状の変化に対する処方、それから今後感染拡大した場合ということでございますけれども、無症状または軽症の新型コロナウイルス陽性者に対する在宅での療養期間中の経過観察、これらにつきまして新たにかかりつけ医等の判断で電話やオンラインによる診療等ができるよう、3月19日付で自治体や関係団体等に事務連絡を発出したところでございまして、引き続き新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療等の適切な活用とその支援についてご意見を伺いながら取り組んでまいりたいと考えております。音喜多駿君、はい、オンライン診療についてはですね、有益な面がありながら、さまざまな利害関係者がいて、さまざまな見解があるということは承知をしております。多くの関係者の意見を聞くことは、手続きとしては正しいことではありますが、それより結論がなかなか まとまらない、故に政策が前に進まないという事態になることはですね、こうした事態においては特に政治として避けなくてはならないと考えています。この感染症との戦いに勝つためにも、スピード感を持ってオンライン診療、これを導入するべきと考えます。そこで麻生大臣にもお伺いしたいんですが、これも政治決断としてオンライン診療、これを機会にぜひ、ね、前に進めていただきたいんです。この厚労省が手続きや受診のあり方など、オンライン診療についてなかなか前に進められない事情があったとしても、これは感染症対策として緊急的にオンライン診療やオンライン処方を行う診療所などに、必要な情報通信設備の導入費についても支援をしていただきたい。財政措置の可能性はあるかどうか、麻生大臣の見解をお伺いいたします。麻生大臣。これはもう長い話なんですよね。もうご存知かと思いますけれども、
画素数ってテレビのね、画素数が上がったからこれができるようになったわけだよね。でこれが遠いとなかなかできないし、そしてまた 5G なんてものが出てくると反応が全然違いますからね、時間が。そういった意味ではこういったものができやすい、完璧に近いものが出来上がりつつある科学的な状況にはなりつつあるというのは、昔これが最初に言われた時に比べりゃリアリティがあるというのは、あの別に改めて言うまでの話でもないのかもしれませんけれども、こういったことに詳しいなら よくお分かりになると思いますが、ただお医者としてはやっぱり見過ごしちゃうということによって重症化する可能性っていうのは、あの人の顔を見るって医者の言葉ですからね、あれ政治家がよく使ってますけど、人の顔を見るっていうのは大体医者が最初に使った言葉ですから、これはそういった意味で、あのこれすごく人の顔を見れるか見れないかって大事なんですよ、これ対面診療だから、あの医者っていうのはすごく信用が高かったんだそうですけれども、あのそういった意味では最近はみんなデータしか見てない医者なんかいるから、もうあんな医者なんか行かなくていいって、よう偉い医者が言ってましたけれども、近頃の若手指導するのはそれからですって言ってたのが印象に残った。ただそういったのが出来上がりつつあることは確かなんだと思うんですけれども、ただ同時に今言ってましたように、こういったようなものをやってきますと、間違いなく今通院することによって感染するリスクが下げられる、テレビ電話で遠隔医療ができる、手術ができる、遠投でできるなんて、あの病院やってから結構詳しいんですよ、そういうの。そういった上で、あの利点があるっていうのはよく私ども承知してますけど、今言われたようにこれを導入するにあたって費用の話とかいろんな話でついていて、これはいろいろ出てくるでしょうけど、それはまず所管庁の厚生労働省においてこれご検討いただくものだと思いますけれども、いずれにいたしましても予算要求いただいた場合においては政策の趣旨等々を踏まえつつ、今この新しい技術の進歩等々にもっていろんな議論というものを行ってまいりたいと思っています。音喜多駿君、はい、まあ、時間が参りましたが、ぜひですね、今あの大臣から病院に詳しいという大臣からもですね、利点の方をご説明いただいたので、これを財務省の方から財務大臣の方からもプッシュしていただきたいとお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。